こんばんは、ポップです。FX チャンネル、9月10日木曜日、本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、5ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 ここもとね、ちょっと個人的には難しい相場が続いておりまして、株式もね、為替の方も突如ね、大きく動くというような状況が続いております。そんな中でね、昨日の、まずはね、マーケットから振り返っていきたいと思いますので、いつものサイトをご覧ください。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは、昨日のニューヨークマーケット、ダウ平均は前日比、プラス439ドル。 終わり値で27,940ドルということで、1.6%の上昇ということでね、まあ、比較的大きな上昇で1日の取引を終えたというところでございます。ここもとね下げておりました、新興市場のナスダックの方もね、大きく2.71%の上昇ということでね、少し心配されていたナスダックの下落もね、反発してきたという状況ですね。そして、その流れを引き継いだ東京マーケット、日経平均は前日比。 プラス202円。終わり値で 23, 2万3235円ということで、こちらはね、マザーズ指数、新興市場の方は5番に入って下げたんですが、なんとかね、0.88%の上昇ということで、日経平均の方はね、上昇して終わっているというところでございます。 そんな中でね、ちょっと株式相場の方はやっぱり下がっても買い支えが入るというような、ね、状況でどうも、ね、読みにくいやはり株式相場が上がってきますと為替の方もねやはりクロス円が円安方向になるということでね為替も読みにくいという状況になっておりますがちょっとねここのところゴールドの方が値を戻してきたというところとね、まあ、ゴールドがここまで、ね、2000ドルを回復するというお話を私の方はしておりますがそういう状況になればですねドルの方がもう少し売られてもおかしくない のかなと個人的には思っておりますが具体的にはチャートを見て説明をしていきたいと思いますドル円チャートに戻っていきましょうはいこちらが US ドルジャパン円ドル円相場の15分足 昨日から見ますと、時間軸はね、約1日の時間軸のチャートとなっております。昨日の動画解説のタイミングは、106円10銭付近をね、うろうろするという中で、まあ、そうじてね、こ動きだったからというところでございます。上値の方は、106円25銭ぐらいでね、まあ、ダブルトップをつけるような形で、どうしてもね、上方向に行こうとしますと、上値が重くなる。そして、今日の東京マーケットね、株式相場は上げたんですが、徐々に円高の方が進んできまして、 こちらがね、ヨーロッパ時間になっても、一旦はね、106円ぐらいまで落ちるというね、おしめをつけたというところでございます。今のところは少し反発しておりまして、106円13銭という形で、ちょうどね、1日前の今の時間帯と同じような動きで、まあ、こちらはね、ドル円の方はこう動きで終始しているというところでございます。これを60分足の1週間の時間軸で見ていただきますと、まあ、この前ね、線を引かせていただきました三角フラッグ、三角ペナントですね。 こちらの方を下抜けしたので。 一旦は下方向に大きく走るというところでございましたが昨日の段階でお話しした通り106円をすぐさま回復しまして上の方に上がってきたというところでございますただこの上値を引いた線ですねいわゆるレジスタンスラインこちらの付近106円25銭ぐらいですがここでダブルトップをつけたということでしかもいやらしいぐらいの上髭をつけているというところでございますのでちょっとこういった上髭が気になりつつも下方向にやはり力が加わっているというところで今後 もねえーまあ、こちらのレジスタンスライン付近で、えーまあ、上値を押さえつけられる可能性が非常に強いという形になりますし、あと60分足ベースの移動平均線も、ね、今回の調整で下回ってしまいましたので、まあ、レジスタンスを受けやすいポイントが今までのレジスタンスラインと移動平均線のレジスタンスラインですね。この2つがあるというところで、やはり上値の方は重いという形になりますので、基本的には106円20銭付近ですね。 この付近で今続いております陽線が陰線になったところでショートを組みたいなというところでございます。まあ、先ほどね、ゴールドの方が今1トロ4ス1950ドルぐらいという形でありましたが、もう一伸びね、2000ドルに近づいていくという形になりますと、逆相関の動きをしますドル,ドル円の方がね、やはり下がるという形もあろうかと思いますので、やはり個人的にはね、ドル円の方はショート目線、ゴールドの方はね、一旦2000ドルをつけるというところを想定 しなながら攻めていいいいきたいなというとうころでございますよってテクニカル的にもこちらね2本のレジスタンスラインがありますので106円20銭付近で要線から陰線になることがあればショートそしてそれをね上回るような上昇があった場合は見送りという形でよろしいかと思いますので参考にしてください4時監視も見ておきましょう はい。四時間足の方も、どうしてもね、上値が押さえつけられている、こちらのラインがね、有効に働いているというところでございます。まあ、かといってもね、下値に、まあ、下値の方がね、すぐさま下げるかといえば、まあ、比較的サポートも硬いというところでございますが、今回ね、もしショートが入った時に、下落が続、下落に、ね、続いた場合は10、105円80銭ぐらいですかね、このあたりのサポートラインがありますので、まあ、ちょうどね、2、30ピプスぐらい稼げるかなという状況で 非常に、えー、ドル円に関しては値動きが小さいというところでございますが、まあえー、そこまで、ねえー、変動幅が少ないということであれば、まあ、しっかりと、ねえー、計画的に、えー、トレードができるという形になろうかと思いますので、まあ、先ほどお話し,しました、えー、106円20銭付近で要線から陰線でショートそして、えー、当面の、ねえー、利格に関しては105円80銭ぐらいというところでよろしいかと思いますので美澤、まあ、さんの、えー、トレード判断の一つとして、ね、参考にしていただければと思います。 はいえー、以上でドル円相場の解説を終わりまして続いて5ドル円を見ていきましょう。 はい5ドル円の方は昨日はね大きな反発というところで動画解説のタイミングは77円をねまだまだ下回る76円75銭ぐらいだったというところでございます77円ぐらいまででねレジスタンスが入ればショートを組んでもいいんじゃないかというお話をさせていただきましたがこちらがねとてもじゃないですがレジスタンスが入ることもなくね一気に伸びまして76円35銭ぐらいまで入浴時間には伸びていったというところです でございますその後はね、上値の上昇がなくなりまして、徐々に徐々にね、押し戻されるという形で、77円の手前で少しね、下げ止まっているという状況でございます。これをね、長い時間軸で見ていただきますと、60分足の左側、こちら、1週間の時間軸でございますが、77円50銭のところで、2本ね、こちら、1週間の間に上ヒゲをつけてですね、レジスタンスラインが明確になっているというところがあります。こうなりますとね、 やはり過去のレジスタンスラインがね、同様に売り圧力が強いというポイントとなりますので、まあ、今まで、ね、V 字回復をほぼほぼ遂げてきたんですが、まあ、完全に、ね、77円50銭を超えたというところではなくて、今は弱含みをしておりまして、移動平均線付近でね、一旦はサポートが入って たんですが、まあ陰線から陽線になったんですが、えー、こちらの高値を抜けることができないということで、再度移動平均線を割り込んで、えー、こちらも米ドル円同様にえ頭が重いという状況でございます。えー、よってですね、まあ、77円50銭を背中に向けて引き続きですね、今陽線でえーほぼ横ばいというところでございますが、まあ、77円をね、明確に割り込んでくる。 えー、60分足ベースでというところでございますが、えー、77円を明確に割り込んでくるというところがあれば、もう一度ショートで、えー、攻めたいなというところでございます。まあもちろんね、えー、77円付近には過去のサポートラインもありますし、今のね、えー、ボリンジャーバンド、ニシグマの加減もあるというところでございますので、まあこちらね、フェイクには気をつけていただく。しっかりと60分足ベースでインセンでね、 実体ベースで下回るというところを確認してからですね、ショート目線で攻めていくというところがよろしいかと思いますんでね、早とちりして、まあ、下髭をつけてね、反発するという可能性もありますので、あくまでも60分足ベースで明確に割り込んだらですね、ショートに入るというところをね、持っていただければと思います。4時間足見ておきましょう。 はい、えー、こちらの方も、えー、上値がね、えー、重い状況が続いております。そして、えー、77円のね、えー、今までの、えー、下回っていました、レジスタンスラインを突き破ってからね、えー、サポートが1回、2回と入っているような形ですが、えー、今回もね、77円、1回はサポートが入る可能性があるというところでございます。えー、こちらはね、えー、ほぼほぼ移動平均線の方が、まあ、右肩上がりから右下下がり、そして今は横ばいという形になってますので、ちょっとね、えー、77円ぐらいのところで、うろうろするかもしれませんが、 ショートがね、狙い通りに下がった場合に関しましては、76円50銭の少し下のですね、76円40銭ぐらいにボリンジャーバンドの加減、そしてね、過去のレジスタンスラインと直近のサポートラインがあるというところでございますので、運よくね、77円を割り込むというところがあればですね、76円50銭ぐらいで欲張らずに、一旦はショートの利格をしておくというところがよろしいかと思います。上値の方はね、77円50銭、引き続き えー、上値が重いという形になりますのでまあ、こちらをね上回ってしまうまではショート目線でよろしいかなと思いますので、えー、参考にしていただければと思いますはい、えー、以上でゴードル円の解説を終わりまして、えー、続いてポンド円を見ていきましょう はい、えー、ポンドの方は、えー、こちらはですね、えーまあ、昨日大きく戻した後は、レンジ相場が継続しているというところでございます。えー、昨日の動画解説のタイミングは、えー、137円50銭付近をね、えー、うろうろしているというところでございましたが、一旦フェイクが入った後に、一気にね、えー、138円の回復ということで、全く今のポンドは読めないような状況が続いております。 まあよくよく見ますとね、えー、ダブルボトムじゃないかと言われるかもしれませんが、ちょっとここのね、えー、回復の局面っていうのは、えー、急には読めないというところがございまして、まあ、一気にそこからね、えー、ぶち上げるというところは、なかなか読めないところかなというところでございます。えー、そして、えー、一旦ね、138円を回復してから、まぁ、あ、138円を挟みながらの攻防ということで、今も、えー、137円75銭と138円25銭、まあ、比較的ね、えー、大きめの50ピプスというところで、えー、ここ 1,、えー、1、2時間はね、えー、動いているというところです。 そういったところを、ねえー、考えていただきますと138円25銭を明確に上回るか137円75銭を明確に下回るか、えー、こういったところで、ね、次のトレンドが出てくるかと思いますので今の段階では少し、ね、様子を見ながらどちらに、ね、抜けていくのかというのを見ながらついていくというところでよろしいかと思います。 60分足、えー、見ていただきますと、えー、こちらがね、138円で、えー、少し収束が始まっているかなというところでございます。まあ今までね、えー、大きく下落トレンドということで、えー、先週ね、141円を超えてた相場からですね、えー、一気に137円というね、400ピプスぐらい下落するというね、大きな動きがありましたので、少しね、力を貯めるところが必要かなというところでございます。まあそれがね、138円付近でうろうろしておりますので、やはり上抜けるか下抜けるか、こういったところにね、えー、ついて いいきたいというとうころろででございますすが今ののとこここはねね50 75 25ピプス137 138円円銭銭から円25銭です、ね、こういったところのレンジをねどち,らにどちらが破っていくかこれを、ね、見極めてからのトレ,ンドとトレンドについていくというところでよろしいかと思いますのでポンド円に関しては様子見がいいんじゃないかなと個人的には思うところでございますちょうどねボリンジャーバンドの方もかなり狭まっているというところでね今は下落トレンドから少しね反発したところで力を貯めるフェーズかな というところでございますのでそちらを力を貯めれば貯めるほどね次のトレンドが大きくなるという形になりますので少しね様子見をしながらどちらにねレンジが崩れていくのかこれを見極めてついていくようにしていきましょう4時間足見ていきます はいまだね、4時間足ベースでは移動平均線が右下下がりで、そのね、下側で位置している平均足というところでございます。このままね、テクニカル的に行きますと、下方向に行くかなというところでございますが、今日はね、一つ経済指標ですね。直接ポンドには関係ないんですが、ECB のラガルド総裁、こちらの会見が21時30分からありますので、そういったところでね、ユーロ関係でもしかしたら大きく動くか とといいうころでござますそういったところをいきますとねテクニカル的には下だからといってショートで組むというところではなくてしっかりとねこのレンジを抜けた方向についていくというところだけをね意識しまして固定概念は外していただきながら素直に寝動きについていくというようなねところがよろしいかと思いますただねやっぱり上値の方はね今までのサポートラインを下回っておりますので上に上がろうとしますとこちらの移動平均線もしかるべきですし今までのサポートラインですねこういったところも重しに なななるかとというところなのでどちらかといえば下方向に行った方が走るかなという状況でございますので、まあ、そういったところを意識しながらレンジを、ね、外れた方向についていくというところで、ね、勝負していただければと思いますので参考にしてください。はいえー、以上でポンド円を終わりまして最後にユーロドルを見ていきましょう。 はい。え、ユーロドルに関しましては、え、今お話しした通り、今日はね、ECB の政策金利の発表と、ラガルド総裁の定例記者会見があるというところでございます。まあ、それによってね、大きく動くということなので、今までの、え、テクニカル分析というのはね、ちょっと通用しないケースが多くなる、え、可能性が強いというところでございます。え、昨日からの値動きですとね、大きく反発しまして、まあ、動画解説のタイミングでは1.1750付近をうろうろしていたんですが、 一気にね、反発しまして、1.18、明確にね、抜けてきたというところでございます。その後もですね、一瞬抜けるだけではなくて、しっかりと1.18方向で、1.18でサポートを受けまして、今は直近のね、高値付近ということで、完全に値を戻しているという状況でございます。もちろんね、このような動きがあればですね、1.18を抜けまして、明確にサポートが入ったので、まあ、上昇トレンドが続くんじゃないかというところがね、 テクニカル分析でございますが、先ほどお話した通り、ちょっとね、特殊要因の、えー、ECB のね、えー、政策金利と、えー、ラガルド総裁の、えー、発言があるというところなので、ちょっとね、そこの部分は、えー、単純にね、テクニカル的に上ですよとは言い切れないというところでございます。えー、60分足の、えー、1週間のね、時間軸見ていただきますと、えー、結局ね、どちらに行くかはわからないという状況でございますが、上方向はね、この1.1850の少し上にありますね、このエリア、直近のね、レジスタンスライン、ここを抜 受けると一気に、ね、1.18、えーねととと。こちらのサポートを受けることができなければ、またね、直近の1.1750付近までの下落があり得るというところでございますので、ちょっとね、振れ幅の方は大きいですが、1.1850の少し上、こちらを抜けた場合は1.19。そして1.18のサポートを、ね、破ってしまった場合には直近の安値、ね。こういったところでね、まあ、非常に あのレンジは、えー、大きくなってね、申し訳ないんですが、まあ、それぐらいの、ねえー、動くようなポテンシャルを持った、えー、ラガルド総裁の発言だというところでございますので、まあ、そのあたりを、ねえー、しっかり警戒しながら、えーまあ、1.1850を超えてきたら、ねえー、一気に跳ねますよと、そして1.18のサポートを受け,ると、えー、受けることができるかどうかですね、今回もサポート、そして前回も前々回もその前も、ね、サポートを受けておりますので、1.18、ここを守れるかどうかというのが、ねえー、下のポイントになってくると思いますので、 まあ、そういったところを意識して、ねえーまあ、ポジションを取るというところを考えていただければと思います。四し見てみましょう はい、えー、こちらの方もね、最終的には1.18を昨日明確に下回ったんですが、えー、なぜかね、えー、まあ V 字回復を遂げまして、1.18の割れたところはなかったことになったというところでございます。まあ私もね、週末スペシャルでは一旦ね、1.20つけましたけど、もう一度ね、それに近いようなところをつけるんじゃないかというようなね、お話をさせていただきましたので、まあこちらのね、えー、まあ反発したというところはね、その予想に近づいたというところで、まあ喜ばしい ここととととでではああるんですけどちょっなななかなか読みにくいなというところはありますね、まあ、1.18ね、明確に下回ったので、ここでね、えー、レジスタンスを食らうことがあれば、もう一度ショートで攻めれたというところでございますが、まあ、一気にね、えー、戻ってきてしまいましたので、えー、次はね、えー、ロングを仕込むのであれば、やっぱ,やっぱりね、1.18のサポート、もしくは先ほどね、お話ししました、直近の高値1.1850を明確に破ってね、そこで、えー、サポートが入った場合にですね、えー、まあ、追加のロングというところをね、えー、考えていければと思います。 最終的にはもう一度ね、1.20に近づいて、まあ、1.1950付近までは上がっていくんじゃないかというようなね、想定もしておりますので、そういったところではロングを組んでいきたいなと思っておりますので、一つのね投資判断の参考にしていただければと思います。はい以上で、先進国通貨、4ペア、4通貨の解説を以上といたします。 この後ね、あと1時間ぐらいでございますが、ECB のラガルド総裁の政策金利後の発表、発言、定例会見がありますので、そこを意識しながら、ちょっとね、もし激しいトレードがお好みでない方はですね、様子見に徹していただくということもね、一つの選択肢に加えていただければと思います。今回は以上でございます。今回の動画がね、少しでも参考になったという方で、いつも皆さん本当ありがとうございます。100名以上の方がね、いいねつけていただいてますので、本当モチベーションアップにつながりますので、 続きよろしくお願いいたしますあとツイッターの方では、えー、今日もね、えー、推奨トレードのポイントをつぶやいていきますのでよろしければフォローの方概要欄にありますのでよろしくお願いいたします、えー、今回は以上です今日も一日お仕事とトレードお疲れ様でしたあと、えー、最後となりますが明日ね、えー、ちょっと、えー、ライブをね行いたいなと思いますのでまたツイッター等でご連絡をいたしますので、えー、引き続きねライブの方のも、えー、お時間あればご参加の方よろしくお願いいたします今回は以上ですバイバイ